野生の椎茸キノコとは特定の菌類のうちで比較的大型の小実体あるいは短色化そのものをいう俗称である。またしばしば、キノコという言葉は特定の菌類の総称として扱われるが、本来は上述の通り構造物であり、菌類の分類のことではない。小実体を作らない菌類はカビである。植物とは明確に異なる。ここで言う、大型に、 明確な基準はないが、肉眼で確認できる程度の大きさのものをキノコという場合が多い。食用、精神作用用にもされるが毒性を持つ種もある。語源的には、キノコと分析できる。木に見える大きさになる小実体を持つ菌は、男子菌門ベシリミカターか、ノウ菌門アスコミカターに属するものが多い。日本では約300種が、食用にされ、うち十数種が、 人為的にキノコ栽培されている。日本では基地の約2500種と2、3倍程度の未知種があるとされ、そのうちよく知られた毒キノコは約200種で20種ほどは中毒者が多かったり死に至る猛毒がある。若いベニテングタケキノコの本体はカビと共に菌類という生物群に含まれる。菌種と呼ばれる感情の細胞列で体外に分泌する酵素で、 有機物を分解吸収することで成長し、胞子を作り繁殖を繰り返す。日本菌学会の菌類の辞典では、個実体、あるいは短子期間がいわゆるキノコであり、有性生殖器官を作る菌子組織構造物であり、菌などの分類群を指す名称ではないと説明される。つまり厳密にキノコといえばより大きい、傘状になるものを指す。しかし、 不正確だが、それを作る生物の他にそのものを指す場合もあるということである。つまり、定義としては、古実体はすべてキノコ、あるいは、それを作る生物はすべて、キノコ、ということである。後者の場合、例えば枯れ枝の表面などに張り付いていたり、渦漏れていたりする微小な天井のものも、キノコと見なす。キノコである生物がカビに見えたり公母状だということで、ある。 このような天井の古実体を持つものは、和名も、カビとも呼称される例がある。木に見える大きさになる古実体を持つ菌は、男子菌門ベシリミカターか、シノウ菌門アスコミカターに属するものが多い。しかし、変定菌などのかつて菌海に分類されていたが、現在は、菌類以外に分類されている生物の古実体も、キノコとして取り扱われる場合がある。 栄養の吸収の仕方から、動植物の意外を栄養源とする不正性の木材腐休菌、腐休菌と植物の生きた根と共生が必要な菌根菌、昆虫類に寄生する頭中化層菌と分類される。キノコを含め菌類は生態系のサイクルの分解という重要な部分を担当している。キノコがあることで植物を構成するリグニン等は分解され、 複雑構造のタンパク質は簡単な構造を持ったものに変化し、再度植物の成長のために使われる。子実体は胞子を散布するための器官であって、通常はキノコの本体ではなく、その役割から言えば、むしろイカンタバ植物でいう花に近い。いわゆるキノコの生物としての本体は、気質中に広がっている、菌死体である。生活感の略ずれ成長途中の万年竹の、 古実体膝に形成された炭子胞子が飛散。胞子が木材や落ち葉に付着。胞子が発芽しい地菌子を成長させる。荒廃可能な他の炭素菌子と遭遇すると融合し、重層菌子となる。植物やその以外から炭素源、窒素源、水分、無機物その他を得て成長。種ごとに異なる特定の条件のもとで幼い古実体を形成する。 古実体が成長して、端式を形成し、その内部で核の融合と、減数分裂とが行われて、端子方子が形成される。ただし、生活観において二次的ホモタリズムを示す種では、端子方子は発芽した時点で直ちに重症禁止となり、他の禁止と融合することなしに正常な、古実体を形成する。さらに、炭素禁止と重層禁止との間で交配を行う。 ことによって遺伝的各半を行う菌もある。また、周囲の環境条件などに応じて、有性生殖を行う世代と、無性生殖を行う世代とを随時に形成する菌群も数多い。例えば、食用菌として、馴染みの深い平竹の菌園種である大平竹のアナモルフは、アントローミカプシス属に分類されており、通常の個実体の柄の基部に形成され分生種と、 呼ばれる無性胞子で繁殖する。また、黒髪などの他のキノコの上に発生するヤグラタケ、あるいは木材腐朽菌として知られる豆座ヤタケにおいては、一個の個実体がテレオモルフとアナモルフの両方の機能を有している。なお、休眠体としての菌格や分生種の一種であるが厚い細胞壁を持ち、休眠体として機能する公壁胞子なども、 アナモルフとして扱われる。一種類の菌で複数のタイプのアナモルフを有する場合は、そのおのおのを指して、新アナモルフと呼び、また、テレオモルフとアナモルフとの両者を合わせて、ホロモルフと称する。倒木のキノコキノコの多くは、植物やその以外を奇質としているが、中には、動物の糞などの排泄物や死骸を奇質とするものや、多種のキノコを奇質にするものもある。 また、植物の根と菌根と呼ばれる器官を形成して、共生し、植物から、同化産物を供給されて生育するものもある。通常目にする、キノコの多くは地上に発生しているが、トリュフのように完全に地下に埋没した状態で発生するものもある。地域としては、森林や草原に発生するものが多い。一般にキノコは、日陰や湿ったところに生えると言われ、 実際にそういうところで目にする場合が多い。しかし、キノコの側からすれば、これはやや異なる。というのは、地下製のものを除けば、キノコの形成には、光が必要な場合が多いのである。これは、キノコが胞子を外界に飛ばすための仕組みであることを考えれば、当然と言える。口木の中の閉じた空洞で胞子を飛ばしても仕方が。 ないので外に開かれた場所にキノコを作る必要がある。しかし、菌糸の生育できる場所が湿ったところである場合が多いので、その中で明るい、開けたところに出てきて、キノコを作っても、周囲に比べるとやはり暗く湿ったところにならざるを得ないというのが、本当のところである。真っ暗なところで形成されたキノコは、瓶栽培のエノキタケに見られるように、 もやしのようにしか育たないことがある。また、万年竹や松王子のように、鹿の角状に不規則に分岐した気形となり、傘を形成しない例も知られている。しかしながら、このような気形化には、工場圏だけではなく、ガス条件や他の生物の影響なども関与していることが多い。キノコと雷落雷した場所に、キノコがたくさん生育するという話は、古代ギリシアの哲学者、 プルタルコスが食卓寒暖臭に記すほどの経験則である。これを説明する仮説としては、電流によって菌糸が傷ついた箇所から小実体が成長するという説、電気刺激によって何らかの酵素の活性が増大するという説、落雷の高電圧により窒素が固定され、菌糸の養分となる亜硝酸塩等の窒素化合物が生成されるとする説などがある。 柄がなく相乗の形となる河原竹キノコの形態は多様である。端子菌に属するキノコは、椎茸などのように柄の上に傘が広がり、その折り面にひだがあるという、いかにもキノコらしい形態をしたものも多いが、それだけでなく、猿の腰掛類などのように柄のないもの、ホコリ類やトリュフなどのように休憩に近いもの、公約竹科のキノコなどのように、ほとんど、 不定形のものまである。また、原菌類に属するキノコには、奇抜な形のものが多い。キクラゲなどのキノコは寒天下に皮のような質感を持つので、まとめて、硬質菌と言われることもある。死脳菌の場合、よく見かけられるのは茶碗竹と言われる、お椀型が上を向いており、その内側で胞子を作る方のものがよく知られる。 アミガサタケは太い柄の上にお案が多数並んだものである。しかし、多くの種はごく小さな球形のキノコを作り、あるいはそれを気質中に埋まった形で作るため、ほとんど目につかない。地中性のものでは球形や楕円形のものが多く、内部に胞子の塊を作る例が多い。形態からは、その属する分類群がわからない場合もある。当然ながら、 キノコを形成しているのは菌類の細胞である。キノコを生じる菌類はすべて糸状菌である。その構造は菌種と呼ばれる一列の細胞列からなる。いかに大きなキノコであっても、それらは全てこのような微細な細胞列によって構成されている。ただしキノコにあっては、通常の細胞だけではなく、ベニタケ科の多くに見られる類球形の細胞など、平常の菌種体には見られない。 独特の形態を持つ細胞を含むことが多い。そのようなものでは、一見は、柔ら組織のような形になるものもあり、偽柔ら組織と呼ばれる。キノコの名称日本語のキノコの名称には、キノコを意味する設備後、竹で終わる形が、最も多い。この、竹は竹を表す、竹とは異なる。竹の場合は、ま竹イコール、まだけのように連絡が起きることがあるが、キノコを表す。 竹は本来は決して連絡しない。キノコ図鑑には、だけで終わるキノコは一つもないことからもこれがわかる。しかし一般には、エノキだけ、ベニテングだけのようなご表記が多い。キノコの部分名称同定について、キノコ類の同定は簡単ではない。上の各部名称に記されたような、様々な特徴によって分類され、 それを頼りに同定するのであるが、元来キノコは菌類であり、カビと同じような微細な組織からなる生物であることを忘れてはならない。それが多数積み重なって肉眼的な構造をとってはいるが、カビと同様に微生物としての目に見えない部分の特徴が実は重要であり、例えば胞子や短色などを顕微鏡で見なければ、本当に正しい同定はできないものと考えるべきである。 もちろん、熟練した人は、顕微鏡を使わずとも正しい同定ができることがあるが、これはその地域に出現するであろう類似種や、近似種の区別をすでに知っているからである。近類図鑑もいろいろあるが、外形の写真だけの図鑑での同定は、基本的には正しくできない可能性があるものと、考えなければならない。新金学的に化学薬品で同定する場合は、 メルザー死薬や水酸化カリウム、アンモニアなどを使用して、低食反応を観察することで行う。菌類にとって、キノコを形成することの意義は、前述したように胞子の散布にある。多くのキノコでは、空中に胞子を放出し、風による拡散を行っている。傘の下に、側面から強い光を当てると、胞子がかすかな煙のように落下するのを確認できる場合がある。 シイタケの傘の下に漂う胞子の煙一方で、中には昆虫その他の動物を誘引して、胞子の散布を行っていると考えられているものもある。スッポンタケやキヌガサタケは、糞便臭や腐敗した果実臭などを放ち、ハエ類が集まる。食用キノコとして珍重されるトリュフの類では、昆虫類だけではなくのネズミやモモンガあるいはイノシシ。 などの哺乳類による媒介もあると推定されており、一口竹は強い実習によって特定の昆虫類を誘引しているという。キノコを食べる動物は人以外にも多い。日本国外ではリスなどがキノコを木の枝先にかけて乾かし、陶器の食料として利用する例も知られている。また、北アメリカ東部では大アメリカモモンガがキノコを接触するというが、日本産のモモンガでは まだ確実な例が知られていない。さらに、北、アメリカに分布するカリフォルニアヤチネズミヨーロッパ北部のヨーロッパヤチネズミは地中に小実体を形成する小炉を掘り起こして食べるという。日本でも北海道で捕らえられたミカドネズミの胃の内容物から少なくとも4から8種のキノコの胞子や組織断片が見出されている。昆虫にもキノコを食べるものは数多い。 森林土壌中の微小な節足動物の8割は、菌類の菌死体を食べる菌食者である。かのナヤ族の名に、キノコの子を冠しているものに、高注目に属する、大オオキノコ虫カ、出オきのコ虫カ、コキノコ虫カがあり、それらに所属するものの多くがキノコを餌として、そこに生活している。他に、ゴミムシダマシカにもキノコを食べる種類が多数知られている。ハエには、 キノコバエカ、チャボキノコバエカ、ツノキノコバエカ、細キノコバエカ、黒キノコバエカなどがある。熱帯域に分布する、いわゆる高等ロアリ類や南北アメリカ大陸に生息するハキリアリの仲間は、キノコを育て菌宝を餌として利用するものがある。ヤスデ類も様々なキノコの個実体上で見出され、小実体そのものを食べるほか、 枯葉などの上に繁殖したキノコの菌糸をハごと接触する。ナメクジやカタツムリキセルガイもしばしばキノコを餌として利用している。特にナメクジは食用キノコの露樹栽培や林地栽培を行う生産者にとって厄介な存在になっている。菌類に寄生する菌類を菌寄生菌というが、その中には特にキノコを攻撃する例もある。特に有名なのは ヤグラタケでベニタケ類のキノコに生じる。ヤグラタケ自身も標準的なキノコの形なので大きな傘の上に小さな傘が並ぶという特徴的な外見を呈する。また、タケリタケは未成熟のキノコについて太い茎と展開しないか砂糖を持つ得意な形態に変形させる。タンポタケや玉乗リ口などは地中性の子実体に寄生するので 発生状況を一見しただけでは、近畿性菌であると判断しにくく、縮主を切り離さないように掘り起こす必要がある。カビの類でもキノコを攻撃するものがいくつかある。接合菌類に属する竹張カビや、ふたま竹カビが有名で、前者では、キノコの上に、待ち針が並んだような、後者では、キノコ全体が綿を被ったような姿になる。また、淡竹宿りは、 タケリタケの一種の無償世代であるが、特に井口チの大型キノコの上に発生し、多量の無償胞子を形成して、縮小黄色い粉海上に覆う状態が野外で、しばしば観察される。以上は、キノコの個実体そのものに寄生するものであるが、ボタンタお及びその無償型であるトリコデルマは、種として木材状に見出され、材の内部に生息する他のキノコの菌糸の内容物を吸収している。 時に、椎茸栽培場で大きな害を生じることがある。また、真の菌類の一因ではないが、また、変形菌にもキノコを餌とする例がある。特に、ブドウ風船ほこりは有名で、別名を、キノコ泣かせほこりという。食べることを基準に分ける表現としては、食用、腐食、毒に分けられる。年現在、食用菌の生産量は、世界で年間に、 約5000万トンとなっており、そのうちの7割以上が中国で生産されている。戦死時代の人々がキノコを食用にしていたかどうかを明らかにする証拠はないが、キノコに関心を持っていた証拠はいくつも存在する。日本においても古くから身近な存在であったことが、縄文時代の遺跡から出土したキノコ型土製品により伺い知ることができる。食用としての歴史は古く、 古代エジプト人はキノコを好んで食べた。キノコはごちそうにも強烈な毒にもなるため、特別な敬意が払われた。古代ギリシアのキノコ研究ではヒポクラテスがキノコの木薬としての治療効果を論じている。また、クラロスのニカンドロスやディオスコリデスがキノコ栽培の手引き書を残している。なお、最も古いトリュフの記録は、紀元前後世紀にアテネの巨流外国人が、 独創的なトリュフ料理と引き換えに市民権を得たという記録である。古代ローマ時代にもいろいろなキノコ料理があった。中でも珍重されたのは皇帝のキノコと呼ばれる西洋卵竹でクラウディウス帝は鉱物の卵竹料理に仕込まれた毒で毒殺された。古代ローマではダイプリニウスが食用キノコと毒キノコの見分け方に関する詳細な記述を 残している。中世のヨーロッパでは、雷から生まれる、花も実もないのに何もないところから発生するなど、謎めいた存在であることから、生命の神秘を探る、錬金術の研究対象ともなった。イスラム世界では、イブンシーナーがベニテングだけを使った、毒キノコの下毒剤の研究を行った。西洋での最も古いキノコ図鑑は、フランシスクス・バンステルベイクの、 テイトルーム・ファンゴラムやピエール・アントニオ・ミケーリの新しい植物類である。ついで、オリビエド・セールは農業論の中で原竹の床栽培についての手引きを記述している。畑締めじろう近日本では1985年の被災で約300種が食用にされ、うち十数種が人為的に栽培されている。椎シイタケ、エノキタケ、めじ類、マイタケ、 なめこ、作りたけのように非常によく食べられており、栽培も行われている、食用キノコがある。最近では、エリンギアや山マブシタの栽培も増えている。また、松茸のように人工栽培には成功していないが、大量に輸入されていたり、トリュフのように高価で珍重されるキノコもある。キノガサタは高級な中国料理の材料として扱われていたが、すでに、 中国で栽培されている。金賞栽培された食用キノコを洗いすぎると吸水し水っぽくなったり、栄養や旨味が失われるため、洗いすぎず食べることが肝心。食用キノコにはビタミン B2 を含むものが多いが、同一の種でも生育環境により栄養成分の含有量は大きく異なる。そのため収穫後の小実体への効果を期待し様々な。 成分の添加が研究されている。また、椎茸には、低味性のクレオチドであるグアニル酸が含まれ、出汁を取るのに利用されている。キノコの旨味成分の多くは、加熱により増えるため、ほとんどのキノコは、生で食べてもうま味は感じられない。従来から、過食種とされている栗茸、奈良茸、エノキ茸、椎茸では、加熱が不十分な場合、中毒症状を起こす恐れがある。 また、体質によっては、消化不良を起こし、下痢をする場合がある。さらに、麹竹、あいたけ、固定しめじでは、ビタミン B1 を破壊する作用が報告されており、調理方法には注意が必要である。食用となる、キノコの一覧は、後の種類を参照のこと。一方、畑しめじ、マイタケなどでは、有効とされる成分を抽出し、 健康食品として販売されている例があり、さらには、カワリわり原竹が、ベータグルカンなどを豊富に含む健康食品として販売されているが、これらは副作用被害も報告されている。ただし、これらキノコの薬理作用については、その有効成分などを含めて不明な点が多い。健康食品として販売されるキノコ加工品の中には、 ガンなどの難治性疾患が治るという宣伝文句が付けられている場合があるが、医学的にその安全性が確認され、かつ有効性があり、されているものは、未だなく、かつ、日本では医薬品として登録されていないものの薬効を謳う、ことは、医薬品医療機器等法違反となる。キノコの効能については、抗菌、抗ウイルス、コレステロール低下、血糖効果、血圧効果、 高血栓、腐葉弱化抑制、高腫瘍などが報告されている。キノコに含まれる多糖類である βD グルカンは高腫瘍活性があるのではないかと指摘されている。キノコから開発された多糖体性ガン剤としてクレスチン、レンチナン、ソニフィランが認可されている。椎茸薬用茸からは多糖類をはじめとする免疫不活作用を有し抗ガン作用を 持ちうる化合物がいくつか見つかっている。例えば、レンチナン等のベータグルカンは実験では、マクルファージ、NK 細胞、T 細胞、免疫系サイトカインを復活し、免疫復活剤としての臨床試験も実施されている。アガリクス、シイタケ、メッシマコブ、マイタケ、ヤマブシタケは、ベータグルカンを産生するタケとして知られており、抗がん剤としての可能性が試験されている。 一部のキノコには薬用とされるものも存在する。日本薬局方には松ほどとチョレマイタケは生薬材料として収裁されており、漢方法材の原料として用いられる。このほか霊子や頭中懐草などが極方外で漢方薬の材料とされることがある。椎竹、瓦竹、 末広竹等からは高腫瘍成分が抽出され、医薬品として認められているものもある。火炎竹。死に至る猛毒があり、触れるだけで皮膚に強い炎症を起こす。毒鶴竹。致死性のある猛毒を持つ。ベニテング竹。毒性はさほど強くなく、テング竹属には上の毒鶴竹のような猛毒種がある。日本では、 地地の約2500種と2、3倍程度の未知種があるとされ、そのうちよく知られた毒キノコは約200種となる。毒は大きく以下の4種類に分かれる。致命的となる肝臓、腎臓の餌子を起こすもの自立神経に採用する、もの胃腸症状を呈する、もの中枢神経に採用し幻覚性を持つ、もの致命的な毒を持つ卵天狗竹や、毒鶴竹、誤食しやすい月夜竹、 草浦紅竹などがよく知られている。卵天狗竹や、ドクツル竹に含まれる、甘時芯類は、半日から二日程度の無症候の潜伏期間の後、重篤内腸症状を起こし肝心症候群へと、タリ死の危険性がある。大きな肌とまや竹などに含まれるムスカリンは、自律神経に作用し、発汗や痙攣を引き起こす。ヒトヨ竹や、ホテイシメジは、含有成分が、 アルコールの代謝を阻害するため食べる前後に飲酒すると悪い良い症状を起こす。幻覚作用のある毒は、イボテン酸を持つベニテングタケなどや、強い幻覚作用を有するシロシビン、シロシンを持つヒカゲシビレタケやワライタケなどに大きく分かれ、これらは一般に致命的ではない毒である。抗射シロシビンを含むキノコは、 乱用性のため麻薬取り締まり法と補足する、精霊、第二条で麻薬原料植物として指定されている。月夜竹は、イルジンを含有。食中毒数最多の部類。食用のムキ竹やヒラ竹と間違い食べると、典型的には、王と腹痛下痢となる。草浦紅竹。これも、最多の部類。中毒症状は上に同様で、東北で。 名人泣かせと呼ばれ食用の裏辺に固定しめじに、黒地し、本しめじなどに似る。似た、一本しめじも似た症状を起こし、中毒者が多い。柿しめじ。中毒者は多い。同じく胃腸系の毒で茶なめつむ竹などと間違え、誤食する。かつては、食用菌とされていたが近年有毒と判明した、杉平竹。毒キノコには、 食用キノコと非常によく似た見た目のものもある。また、毒性が弱くても体調によっては深刻な症状となることもある。自然界には、毒性の不明なキノコが多数存在し、従来から食用とされてきたキノコであっても、実際には毒キノコであることが判明する場合がある。2004年に、急性脳炎が多数報告された杉平岳は、その前年の法改正によって、 急性脳炎の患者が詳しく調べられるようになり、初めて毒性が明らかになった。もともと毒キノコだった可能性も指摘されている。ある種の毒キノコは調理によって食用になる場合もあるが、これらは例外であって、ほとんどの毒キノコはどう調理しても食用にならない。ナスと一緒に食べれば中毒しないといった話も迷信である。エノキタケの廃廃地からも発生する。 これらケは、食用キノコを収穫した後に生えるから大丈夫と誤解され、食中毒を起こす恐れが高い。毒キノコの中毒件数の種類別の内訳は、月夜竹30%、草浦紅竹20%、柿しめじ5.8%、苦栗竹1.8%、天狗竹1.1%の順であり、種類不明が28.5%を占めている。 毒キノコの死亡件数の内訳は、月たけ14人、コレラけ5人、卵天たけ4人、毒鶴け3人を数えている。過去の食中毒事例では、残品がなく鑑別できない場合や、家庭内での発症で共通食が多く、キノコとの因果関係を特定できない場合も多く、実際の発症例は、統計よりも多いと考えられている。毒キノコは、 色が派手なものとは限らない。毒キノコの確実な見分け方は存在せず、キノコの童貞の経験に乏しい人が野生のキノコを食べるのは非常に危険である。食用キノコか否かを簡単な基準で見分ける方法は知られていない。縦に裂けるキノコは食べられる。毒キノコは色が派手で地味な色で、匂いの良いキノコは食べられる。毒キノコでも、 ナスと一緒に調理すれば中毒しないといった言い伝えは何の根拠もない迷信であり、多くの毒は簡単に抜くことができない。他に煮汁に入れた銀のスプーンが変色しなければ食べられる。虫が食べているキノコは人間も食べられるといったものもある。猛毒である、これら竹、毒ささこなどは縦に裂け地味な色であり、ハエトリシュメジのように人間とそれ以外の生物では毒性が まるで異なるキノコも多数存在する。逆に卵竹のように色彩が派手な食用キノコも存在する。日本でこれらのよく知られた俗説が広まった背景としては一部で流布していた俗説が明治初期の漢方に掲載されたためであると言われている。食用過毒化を判断するにはそのキノコの種、さらには どの地域個体群に属するかまでの同定結果に基づくべきである。また、実際に起きているキノコによる中毒の多くは、すでに毒であることが知られたキノコによるものである。同定会は、日本で主に秋のキノコ最終シーズンにおいて、各地域のキノコ愛好家団体によって開催されている。公設試験研究機関や、大学のキノコ関連の研究室が開催している場合もある。 同定会に参加すれば、判定するための試薬や、顕微鏡といった資材が利用できる上、複数の経験者により的確な判断が得られることなど、安全さと正確さを確保することができる。また、自分で採集したキノコ以外を観察することもできるので、単なる食、毒の判断にとどまらず、キノコ全般や、現地の自然環境についての知識を養うことができる。 同定会の前に最終会がセットされているのが、通例で、団体で行動することにより、山中でのトラブルを避けることができる。山中のトラブルといえば、転落事故や熊、イノシシなどによる被害をイメージしがちだが、他には、他人の私有地の中に踏み込み、そこでキノコを採取したことによる、財産権の問題である。特に商品価値の高い松茸が生育する場所では、 松茸の採取権と土地の所有権とが別に管理されている場合もあり、特に注意しなければならない。また、特に狭い地域に多人数が押し寄せて、キノコを探し回り踏み荒らすと発生環境が拡乱され、キノコの発生が減少するにとどまらず、そこの生態系に強い損害を与える危険性がある。キノコを収穫するだけでなく菌死体そのものに傷を、 つけたり公的な器物を破壊したりすると、来シーズンの収穫見込みが減るだけではなく、その区域の自然の多様性を損なう恐れがある。何でもかんでも引っこ抜くというのは慎むべきである。逆に胞子を巻いて、食用キノコを増やそうとする行為も見受けられる。これは、明確に有害とは言えないが、効果が疑問であり、自然のバランスを崩す行為である。また、 人間にとって危険な毒キノコを除去するような行為は有益なようで実際は単なる自然を破壊に過ぎない。キノコによる中毒が疑われる状態になった場合には食べたものを履かせ直ちに医師の診察を受けなければならない。その際には食べたキノコの残りがあれば持っていた方が良い。どのようなキノコによる中毒かが分かった方が適切な治療がしやすいからである。 調理したものの残りや吐いたものの中にも手がかりがある場合がある。キノコの種類によっては、摂取から発症までに数日を要するものもある。医師の診察を受ける際には、4日前に山で採集したキノコを食べたと、より詳細を伝えることで、救命率が改善される場合がある。ベニテングだけの毒性は、さほど強くない。 昭和中期の資料では、日本国内でも採れる毒キノコであるベニテングタケを、猛毒あるいは致死性の高い毒キノコと表記しているものがあった。ベニテングタケは、他の食用、毒キノコに比べて圧倒的に目立ちやすく、誤食した場合の症状が厳格性であること、長野県のごく一部にて使用づけにして、食用とされる事例が存在することを考慮し、あえて毒性を強調して書くことにより、 事故を予防したものとみられる。ただし、それによって、キノコの色彩の派手さこそが、毒性の強さの指標となるという、誤った認識を上調し、地味な色彩の毒キノコへの警戒心を弱めてしまった、側面は否めない。最近のキノコ類の図鑑や資料において、ベニテングタケについて、このような記述はなく、毒キノコの中では、比較的毒性が弱いというような、 正確な記述に置き換わっている。猛毒キノコには地味なものも派手なものもあるが、中毒者数から見た日本の代表的な毒キノコは月夜竹であり、その色彩は地味である。民族学的にはベニテング竹をシャーマニズムの幻覚剤などとして用いた仮説が知られている。マジックマッシュルームと呼ばれる幻覚性のある白シビン含有キノコを摂取して楽しんだ時代も、 あったが、マジックマッシュルームでは、日本のように法律で禁止された国も出てきた。法令上許可を得ていないものが所持していた場合は、罰せられる。こうした文化は、伝統的に健康上、精神医学上のデメリットを最小限にするような慎重な使用法の経験の蓄積の上に成り立っていることを忘れてはならない。キノコ狩りで山間部へ立ち入る際には、 キノコに夢中になるあまり、方向を見失って遭難する例は多い。これは日本に限ったことではなく、イタリアなど海外でも見られる事故である。有用なキノコでは、栽培されてきたものもある。椎茸などを枯れ木に摂取して育てる。原木栽培、マッシュルームなどを堆肥を敷いて育てる。堆肥栽培などが古くから行われ、現在では、おがくずなどの気質を滅菌して、菌を育てる。 菌床栽培も行われている。また、松茸など人工培養ができないものでも、その生育地の環境を整えて増殖を図る臨地栽培が行われている例もある。現在も新しい菌種の栽培が試みられている。野外に限らず屋内で栽培される場合も多い。採石場の跡地などを利用して大規模に生産される施設もある。アメリカでは、 自宅の地下室でキノコを堆肥栽培することが流行した。その菌種の栽培法に適した栽培法を採用し、菌種体の成長のための温度を保ち、エノキタケや平ラタケのように培地への菌種体の蔓延と、同時に古実体を形成する菌種以外では熟成期間を要する。 日本で食用にされる一般的な食用菌種では25から30度ほどの温度が菌種体の成長に適しており、小実体の形成には10度前後が適する菌種であったり、15度前後であったりと幅がある。また多くは真っ暗では、小実体を形成しないため、最高で500ルクスほどの紫外線を照射し、またこの光という条件は気軽化を防ぎ小実体を、 よく成長させるために必要である。猿の腰掛け気泡着竹人とよ竹、ありがとうございます。